はい、どうも、トワイスです。今回も、ブレスオブザワイルド、続きやっていきたいと思います。今回は、こちらダコタワの祠から、まあ、町かな、っていうところに、進んでいこうと。まあ、ちょっと方角を合わせつつ行かないと、ちょっとこの辺は、どうやら、若干動きづらくなっているみたい。あと、霧じゃないや、砂嵐か。がかかってしまうと、ちょっと方角が全然わからなくなってしまうので、まあ、とりあえずは、岩を避けつつ、あらかじめ、ある程度直線で進んでいった方がいいのかな、もしかして。それとも道に出た方が安全なのか。砂嵐が来る前に道に出ちゃった方が安全かな。あの真珠の移動範囲もいまいちわからないし。とりあえず道に出るには最短は、この距離じゃなくて、この向きですね。オッケーオッケー。ちょっとしたことで、なんだろう。ジャンプぐらいの段差であれ、パラセール使えないしね。で、ここであれか、真珠イベントか。明らかにラクダモチーフな感じですけど、お、家がある。人がいるか、モンスターがいるか、開けてびっくりってところですが。カラカラバザール。ああ、オアシス的な？はい、どうも。ああ、焼きバスの獣肉のリザルフォスの尻尾か。いいね。お話しようぜ、お姉さん。こんばんは。あんたの国の言葉？ここだとまた違うのか。サバ、サーバって言うんだよ。へぇー。サバサバ。妹分がゲルドの街で肉屋やってんだ。世界中を旅してるからあんたたちの言葉も結構知ってる。うん。あんたボーイだから入れないか。お？なんかそういう噂は聞くけれども、どうなんでしょう。見張りかな？どうもー。サーバサーバ。おう、言ってくれた。これが現地なまりで。背高っ。イケメンですね。ここはカラカラバザールだ。ゲルドの町までの休息地のようなもんだ。旅人ならここでゆっくりしてくがいい。と言ってもお前はボーイなのでゲルドの町には入れんがな。まあどちらにしても今は神獣が暴れている。街の方へ行くのはやめておくんだな。いろいろ聞いてみようか。ああ。ゲルドの街はここから南西の方角にあるこの辺りで一番大きな街だ。交易の場としても有名で、不夜城としても名高い活気あふれる街だ。不夜城ね。しかしゲルド族の掟により、ボーイ、つまり男は中には入れないのだ。そうなのか。で、真珠？ん？真珠バ・ナボリスのことを知らんのか。ああ、そういう名前なのね。守り神。ああ、どこも一緒ですね。真珠は砂嵐と雷に守られていて手がつけられんのだ。それをどう突破するかっていうのが楽しみの一つなんだけど。うん。見張りね。ん？例ね。昼間は暑く夜は寒い。すぐに体力を奪われるから、ここから外に出るなら準備を怠らんようにな。オアシス周りはまあある程度涼しいみたいな感じってこと？水の中に何かあったりすっかね。
あるね。引き上げれるか。ああ、向こうの岩場からかな。まあ、あまり長時間は泳げないので、とりあえず、ほとりにいる人に話を聞きつつ。お、ストラドンさん。おで、砂嵐出てくるの待ってる頃、一緒に待つ頃。ということ？砂漠は砂嵐がひどい頃、あれに巻き込まれると迷って遭難しちゃう頃。うん。あ、そういえばおで、でっかい塔のところに行きたい。あ、岩山で隠れて見えなかったけど、地図更新したいっすね。行けっかな？ちょっと今のうちにあれマーキングしておきたい。うん、まだ行ったことないとこでのやつですね。お、テリー。どうもなんかいいもんあるかな？テリー物価高めだけど矢とか売ってくれるからね、安定して。その辺がちょっと、まあ、気になるところ。この辺あれだなぁ、合成素材になりそうだからちょっと買っておきたいんだけどな。金がそんなにないから。とりあえず10本だけ買っとくか。うん。まあ、木の矢なんてね、腐るほど欲しいからね。鳥だ。ほんで、あー、クエストの前に。ういしょ。タルケルの守り、いつでも使えるぜ。お、そいつはありがたい。よいしょ。おー、100ルピー。地味に嬉しいやつ。あとは、金属反応は特になさそうだね。あ、リト族だ。どうしたんだろう。いや、こんにちは。その前に、はじめましてかな。そうだね。うん。聞いたことある。リト、あー、そこそこ寒かったか。出稼ぎに来たのはいいんだけど。そっか。ゲルドの街あたりまでは行ってみたいんだけどね。ひんやり効果のある虫と魔物の素材から作る暑さをしのげる薬があるって聞いたんだけど。ああ。うんうん。うん。そうだね。ってことは薬渡せば、あれか、お金と引き換えてくれんのかな？ちょっと待ってね。なんでじゃねえんだ。お、もしかして？って思っちゃったんだろう。ちょっと待ってね。そもそもね、持ってたかなっていう話なんだけど、要は。合合薬。あ、ひんやり薬あるじゃん。まあ、別にクエストクリアのためにあげようじゃないか、じゃあ。ほれ。はい、これ薬代50ルピー。はいはい。うん、ちなみにゲルド語でありがとうはサクサクって言うんだ。まあ現地に行ったからっていうことだね。うん。まだ出かけないの？うん。あ、そう。子供がいるのか。建物もあるし、お、なんだ？あー、ゲルドのナイフ。武器ポーチがいっぱいでーす。まあ、攻撃力低めだし、今、いい武器ばっかり揃ってるから、まあ、別にそんなね、武器はいらないか、今は。どうも。宿屋かな？ん？バーサーク。うん、バーサーク。こんばんはって感じ？買いたいです。あ、矢があんの？ボーイはゲルドの町には入れませんけどね。はいはい。ん？ん？あ、さよなら。読書が趣味の人？ああ、いいね。属性矢が買えるのはなかなかないよね。うん。まあでも置いてるだけか。奥の方は？こっちが、こっちが宿屋？どうも。ああ。
ああ、ふかふかベッドあれだよね。体力の最大値を超えて回復するってやつ。とりあえずやめとこうか。どうも。元気ないな。日増しにこちらに近づいてる気がする。これ聞いても同じかな。近づいたら黒焦げにされる。ああ、雷っつってたか。はいはい。ゲルドの街は、なんだ？ああ。まあ、街には、ただゆくゆくは行かなきゃいけないから何かしらの対策を講じなきゃいけないって感じなんだけど。なんかあれだな。今日はここの話を聞いて終わりな気がしてきた。オフ。犬思ったよりでけえ。リンクがちっちゃいのかわからないけど。でかいよね。リンクが寝そべったのと多分同じぐらい。おお。自分の尻尾追いかけてる。捕まえたね。お見事だね。あ、これひんやりメロン。おお。いいなぁ。で、ヤシの実。で、剣バナナは欲しいかもしれない。まあ今はいいか。とりあえずなんかない。この辺のテントとかさ。この距離から離せたりしないっすか。離せるね。ああ。これなんか、時のオカリナの小霧の森の、ショップの日差しに座ってる子を思い出すな。なあ、寝ちゃってるね。したらどうしよう。とりあえず街まで歩いて行ってみりゃいいのかね。どうも。ロブスターさん。まあ、旅人。はいはい。あ、祠街の外にあるんだ。マーキングだけしてきたいね。女性しか入れないんだ。ここまで来たのにさ。はいはい。僕らの隊長がゲルドの街まで行って中に入る方法を調べてるんだけど。ってことはその人たちと協力して街の中に入るかどうかみたいなことになるのかな。どうしよう。時間も時間だしな。行ってみっか。それともタワー攻略するか。いや、見えてるうちにとりあえず行ってみよう。やっぱ道なりだとそこそこ、あ、寒いわ。防具。どうしよっかな。まあ、こういう時は、頭寒足熱っていうし、足装備をあったかくする。ああ、街道沿いだけどやっぱりスタミナ減るの早いわ。リザルフォスじゃね？お、どうも。マジか。こんなところで。戦闘もなかなかなまってますな。まあとりあえずそのまま行こう。馬がな、砂漠に入れないのがちょっと痛いですね。それとも馬宿があるのかわからないですけど。お、サボテンが取れる、もしかして。ビリビリフルーツ取れないね。切ればいいか。ああ、なるほどね。電撃の攻撃に強くなる。いいね。あれはきっとモンスターの、なんかだよな、きっとな。おっつ。なんかビリビリしてたぞ、今。おお。そんな技か。やべ、危ね。しゃがんじゃった。あぶねえ。お、いい、怖えな。拾えねえし。お、よいしょ。
ほっ。あ、外した。ほっ。やっぱ避けられるか。これで、ある程度距離取ってれば死ぬことはないから。まあちょっと戦闘も思い出してきたかな。さーて、嵐が来る前に、うわっ、くそ、めんどくせえな。いけ、くそ、めんどくせえこれ。ほっ、よいしょ。まあ素材は拾っておくけどさ。どうも。おお、肌がより黒いとなんかたくましく見えるな。うん、あなた脇で見てただけなのにこんなものくれるのか。ありがたいな。うわ、嫌なのがいる。あれはちょっと遠巻きに。さて、まあ骨はいいとしてな、ちょっと余計な戦闘は避けたいところですね。あー、まあなんか探索しがいのありそうなところはあるっちゃあるか。あー、またゲルドの人だ。どうも。お、ポドマ。お、え？どうした？うん、サバサーバ。うん、割と落ち着いて挨拶したね。うん、そうだね。ああ、そうなの。あ、でもそっか。あれだよね。女性しか中にいないってことは、外に男探しに行かなきゃいけないんだよね。いやー、ちょっとそれは、いきなりすぎるわ。お友達からお願いします。うん。あら、そう。うん、じゃあね。案外淡白だった。この辺は心なしか足場がしっかりしてる気がする。愚骨製の祠。なんかいるけど、まあマーキングだよね。はい、どうも。ベンジャミンさん覗きですかね。あ、違うの？あ、商人なのね。あー、この人か。男は町に入れない決まりらしく、一歩も入れてもらえず困っていたのだ。うん。仕方なくだな。覗き？調査といえ、調査と。はいはい。なんと言われようが、我が輩はチャットゲルドの町に潜入するための情報を掴んだのだ。ほう。ああ。我が輩の武勇伝を。もう一週間近く？こっそり入ろうとして警備兵に追い出されたこと数知れず。うん。しかしだ。その厳重な警備をかいくぐって町に潜入した男がいるらしいのだ。ほう。なんでもその男はカラカラバザールとゲルドの町を行き来しているというので。あ、そうなの。潜入男子禁制の町。やっぱりメインチャレンジになるんだな。ああ。ほんで？ほんほん。ってことは、まあ、こっから町までの道中で会う通行人のうちの一人が、もしかしたらその人かもしれないと、いうところではあるんだが、どうだろう。マップになんかあるのかな？一応これ、まあメインチャレンジにしちゃっていいと思うんだけどね。目撃情報を集めその男を見つけ出そう。ほう。ってことはまあもう一回バザールに戻ればいいのかな。そっか、バザールまであれだ。あの、ファストトラベルが多分できない。ああ、できないな。もしかしてこの辺に祠あったりしたかな。だとしたらちょっと行きたかったんだけど。
まあここだもんな。はてどうしよう。あ、バザールが砂嵐に飲まれている。違うか。まあ向こう着くまでカットでいいかな。時間かかりそうですし。着いたんだけど、なんか気になる場所があったので、登ってみようかな。おっと。反対側じゃなくて。お。はて、どなたか。どうも。声が。ゲルドの町に潜入した男性の商人を知らないかですって。あら、そうなの？顔。あら、そうなの？綺麗ですね。あ、そうなの？あー、微妙に足りねー。欲しいけどね。あ、そう。ちょっとそれは余計なお世話だけど、まさかね、おそらく当たりだな。かなりわざとらしいし。そうなると下のところで10ルピー程度稼いでくればいいんだろうが、なんか光った。木のお玉。どうすっかな。まあ武器の一つも売りやなって感じだけど。怪しい商人知らない。一応聞いてみようか。ゲルド族以外の商人はみんな怪しいってもんさ。最近うろついてるゲルドの装束を着た場合の商人。あれはなんか裏がある気がするよ。よろず屋によく出入りしてるみたいだけどね。あ、そう。まあちょっと慎重派な人ね。買い取りとか。すげえ嫌がられてるけど、まあしょうがない。これってあれかな？街によって物価が違うとかあんのかな？ああ、姫静かな。姫静かは確かに高く売れるだろう。星のかけらも使いどころわからないけど、結構高めに売れる。琥珀、まあそうな、全部売ろうか。ああ。そうだね。それでも応じてくれるあたりはきっと優しい人なんだろうと思うんだが。ほんじゃ、まあ改めて。一応その商人から、そうね。まあゲルド族の服を買ってみて、それでいけるかどうかって話だね。まあそうしないと話が進まないでしょうからね。はい、どうも。でもまあなかなか体つきとかってどうだろう。結構男性的な感じはするけど。やっぱ褒めないとダメなの。ほんじゃあちょっと買いましょうか。600ルピー。値切ったりはできねえんだろうかな。はあ。あ、早速着る感じ？
まあ割とそのまんまな感じはするけど、もともと細身だもんね。ああ。恥ずかしがってる。いい女になったじゃない。このあたりだったらその服を着てたら誰もあなたが男だなんて思わないはずよ。ああ、まあ確かにね、布が少ないからね。でもいいですね、絶妙に英傑カラーで。あの水色な感じ。うん、ん？ボーイフレンド。案外ヒゲが濃かったな、今。うん。女装女装って言っちゃったな。まあとりあえず無事装備を手に入れたところなので弱やっぱりあれか、防具としての性能は弱いか。一応強化できるんですかね。後々大妖精様のところに行ってみようかなっていう感じはするけど、武器がな、もうちょっとごつくない武器を装備したいもんだけど、リザルシールドぐらいしかないし。まあ、こんな感じか。じゃあまあ、ぼちぼちね。次回、あそこあたりに行って、やっと街に潜入といったところか。この辺マーキングできるところ、本当にないのかな。やっぱあの塔攻略してみるしかないんだろうか。どうしようね、本当にね。やりたいことがありすぎる。次回あのタワー攻略してから街に行きますかね。やっぱりファストトラベルできるポイントっていうのは欲しいですし、あのダンジョンからだと歩かなきゃいけないけど、あの塔からだったら多分パラセルで一飛びでしょうから、先に潰しておくに越したことはないという感じですかね。はい、ではご視聴ありがとうございました。撮影みたいなのってできるんだっけ？ちょっと試してみたいけど。あれ？これってなんかポーズとか撮れるんじゃなかったかなと思ったんだけど。まあ、いっか。まあ一応恩人ちゃ恩人だからね、撮っておこうね。ではまあまあまあ結構ゆったり進めましたが、ご視聴ありがとうございました。また次回。